はい、では前回はこれをこの金の 2P のスペクトルを取って分析しました。で、まあスパッタも必要ないかなと思いますので止め方やってみます。まず流量のチェック、調整するものをオフにします。その後にこちらのバルブ分かりますね、これをこちらの方向ですよに回します。見ててください、指名の方向です。軽くでいいです、軽く回るところまで締めます。この程度ですね。で、熱くなっているので締まりません。前の時はここまで赤い印が来てましたけど、ここまでしか来てません、ね、で、さらにここから4分の1開けます。なぜかと言いますと冷却ができるようにするためです。アルゴンフローで冷却させていくために4分の1ほど開けます。こんな感じでですね、開けときます。で、さらにこちらを切りますね。まずはラスターをオフ、さらにこちらのプレッシャーからエミッションに変えます。エミッションに変えます。で、さらに値を下げてきます。逆の魔法に回さないように注意してくださいね。こちらの方向に回しますね。ちゃんと見ておいてくださいね。回す方向間違いないようにしてください。アンチクロックワイズの方向に回します。回しましたね、いいですね。そしたら元電源を切ります、オフと。で、真空度が今この状態です。だいぶ良くなりましたね。で、5分か10分ぐらいしたら多分上のところがさらに締められると思います。まあちょっと待っておきましょう。で、その間にいろいろ測定してみましょうかね。次に、では酸素とかも取ってみたいと思います。アクワイアセットアップのマルチで、ニューでミリクリックで、ここも O を入れてエンターしてみましょう。そうすると下に候補が出ます。こんな感じで O1O2O3 で、一般的には O1S のピークが強いので531に O1S があるんですけど、これを選びます。ですからここは O1S、 O1 定義してエンターします。で、自動的にここは設定してくれます。で、スイープ回数を1にします。ちょっとね、見えづらくて申し訳ないですけどね。で、エンター。なぜかなんか飛んでる気がするな、画像が。で、次にネクストメニューで、ここも30ぐらいです。で、アルミスタンダードで、あと変わりないですからアクワイアをします。で、酸素はさ、最初の時に見たようにワイドスキャンで測定してしまいました時にはほとんど見えてなかったですから、あまり出てこないと思います。ちょっとなんかピークらしきものが見える感じもしますね。嫌ですね。まあちょっとあるのかもしれないですね。なんかちょっとありそうですね、この部分が。こうやってバックグラウンドが引けそうですので、もしかしたらあるかもしれないですね。ちょっと嫌ですね。しかも531にあるのではなくて違うところにありますから、化学シフト、つまり違うものと結合して違う形で、例えばチェックしなきゃいけないですけど、例えばカッパーと銅と結合したものかもしれないです。ちょっと調べてみないと分かんないですね。うん。で、これをね、かなり貯めればいいですけど、今回テストなので、まあこんなもんでいいです。皆さんはもっときれいに貯めてください。で、サイクルストップ。まあ論文見るとこんな粗いので出してるところもありますけどね。化学系とか特にね。で、マルチ。で、前の設定使いたいときは、ちょっとまだ画面が、ごめんなさい、フォーカスが勝手になるんですけど、プリビアスっていうのが、プリビアスというのがあります。で、これを右クリックすると前の設定を呼び出してくれます。で、
ここが O でしたね。次ちょっと C 入れてみましょう。 C を入れてエンター。そうすると下に出てきます。あ、285でしたね。 C はなので C1S は285あたりなので C1 と入れてエンターします。そうすると範囲がここに出てきます。もしこの範囲良くないときはここで入力できます。なので積極的に活用してください。たまに範囲が良くないことがあります。炭素ではなくて別のやつですけど、で水分もいっぱいになってます。で次にネクストメニューで、もう前の設定が反映されてますのでこのままでいいと思います。でアクアイヤーのボタンを押します。で今回の炭素は非常に見えてた、サーベイモードで見えてたので出てくると思いますね。綺麗に見えてくると思います。あ、見えますね。確か287だ、7が炭素のピークだった気がします。うん、ちょっとずれてるんで炭素と炭素じゃない、カッパーと結合したものなのかもしれないです。それは NIST のデータベースとかが無料で公開されてますんで、それを見たりして調べてもらうのもいいですね。あ、これにも書いてあります。これにも、これにも書いてあります。著作権の関係上見せませんけど皆さん見てください。でこれでできるところですね。本当は著作権許可が OK 出てたらね、もうちょっとちゃんといろいろやったりとかして、まあどうやって測定したらいいんだよっていうのはもうちょっとねちゃんとやりたいんですけど、いろんな方に許可取るのが大変そうなので、まあ許可なくてもいいようにできるだけ頑張りました。できるだけちょっとあんまり入らないようにしたいんですけど、まあ出ちゃいますね、しょうがないですね。でこんな風に炭素でいきます。まあ炭素も詳細に分析するときはもっと SN 比が良くなるようにしなきゃいけないです。炭素って論文見るとメインピークの他にこの裾のところが分析するのをやるところが多いですね。でちょっと今回練習なのでこれ止めます。でですね、この分解のじゃまだまだ悪いと、もっといい分解のが欲しいときにどうすればいいかと言いますと、マルチ でもう一回アクアイアのところに右クリックして、ちょっと飛んでて色がなんか綺麗に出なくて申し訳ないんですけど、これで右クリックして、でここにユーティリって書いてあるんですけど、これを下に見るとこれだけ選べますよって出てくるんですよ。なのでこれ手入力してください。ちょっと大変なんですけど、ここに HRES って入れます。ハイレゾリューションですね。でエンター必ず押してください。どれもエンター押さなきゃいけないです。それが終わったらこれですね。でその後にアクアイヤーをします。そうするともっといい分解能で取れます。ただしいい分解能にするってことは時間がかかるということです。見てみましょう。うん、これでかなり待たなきゃいけないですね。非常に心配になってきますけどね。かなり待ちます。うん、大丈夫かなと気になってきますよね。本当にね、やっと出てきましたね。かなり時間かかるんですねこれね。で例えば慣れてきたら本当に必要な範囲だけを測定するということにしたりもできます。ただ炭素の 1S の場合にはここら辺におそらくファイパイのピーク、これがシグマですね。でこっちはファイパイのピークになってくると思いますので、広い範囲が必要になってくるんです。ちゃんと解析するには広い範囲で測定しなきゃいけないので、まあ、かなりこれで待たなきゃいけないことになります。30分どころではないかもしれないですね。結構大変です。でバレンスバンドも実はこれ測定できます。
で、バランスバンドはですね、サーベイモードで測定しなきゃいけないんです。で、これちょっと止めますね。こういう風にしてかなり待ってください。皆さんはサイクル回数をですね、50とか100とか200とか取らなきゃいけないですね。しょうがないですけどね。で、結構な時間が経ってきたと思いますんで、この間にアルゴンのものを締めようと思います。これで簡単に締まるはずです。あ、まだかな、ちょっと待ってくださいね。はい、いけましたね。このぐらいまで、ここがこの赤いところになるように、っていうかこれとこれは対応してるんで意味はないんですけど、このぐらいの角度になるように覚えておいてください。今のところ綺麗に使ったら、力入れなくてもここまで止めておいてください。で、もし悪かったらもうちょっと締めることになります。後でこのぐらいまで締まると思います。うん、そうですね。そうすると真空度が下がってきます。で、もし真空度がいつもの値まで、測定する前の最初の値まで戻らなかったら、おそらくはアルゴンの締めがもうちょっと足りないので、もうちょっと締めるということになりますけど、それはもうちょっと後からじゃないとダメですね。したりします。まあおそらくこのぐらいでなると思います。では次に、さらに真空度の良い状態で測定するのが本当は一番いいですね。この状態を心がけてください。で、次にバレンスバンド測定してみます。バレンスバンドはアクワイアセットアップのセットアップ サーベイで、まあプリビアスでもニューでもいいです、好きな方で。で、右クリックして、でこの値の範囲を変えます。例えば一般的には理論計算ですと、だいたいですね、12エレクトロンボルトぐらいまであれば見えます。あ、ぐらいで終わる。ギャップが出てくるんです、下の方に。なのでこれぐらいでいいんですけど、非線自由をもうちょっと見たいという場合にはマイナス 1.5 ぐらいかなにするのがいいかなと思います。もうちょっとマイナス2とかでもいいんですけど、マイナス1ちょっと時間かかっちゃうりしますんで、マイナス 1.5 でいいかなとは思います。で、ここが12では、この下の部分が12ではなくてもうちょっとあった方がいいと思いますんで、 15.5 とかにすると。で、 HRES モード、ハイレゾリューションモードにするとですね。で、時間はまあ2000とか3000とかでもいいです、いいです。で、ちゃんとどれぐらい取るか分かってて、この時間に終わらせたいとかいうこともあると思います。例えば10時間測定してとかありますね。10時間測定するときには600分なので600とかにします。10時間とかになぜするかと言いますと、例えば表面が酸化して、じゃあそうですね、このサンプルの表面が酸化してバレンスバンドの形状が変わってしまうことになると意味はなくなってしまいますので、酸化がどれぐらいなされるかを調べて決めたりします。この装置ですと非常に長い間酸化しづらいので、例えば1日置いてもいいかなと思います。一晩置いても大丈夫なことは確認してますけど、おそらく1日危うくなってきます。なので一晩というと10時間か12時間ぐらいなので、例えば720分ぐらいにするとかでいいと思いますね。で、もしここをちゃんと丁寧に扱って、あそこのパージするところも窒素パージでやって、で、ここの真空度も10マイナス10乗通るとか、非常にいい真空度で中のサンプルも綺麗で、アルゴンスパッターもほとんどしなくていいとかいう状態になりますと、もっと長い間、綺麗な状態になりますから、その時には例えば25時間ぐらいやっても大丈夫です。1400分ぐらい取っても多分おそらく大丈夫じゃないかなとは思ってます。で、あとサンプルによっても酸化しやすさとかしにくさもありますんで、酸化しにくいサンプルだったらなおさらいいですね。まあ、おおむねは600とかぐらいかな。多くの場合、まあ900とか、ああ、間違えた。900とかもいいかもしれないと思います。まあ、900ぐらいでおすすめかなと思いますね。まあ、2000でもいいですけど。帰る前にこのようにセットアップして、で、その後に、翌朝止めるっていうのもいいと思います。で、このようにセットアップしてアクワイヤーで、これで待ちですね。
でこのようにしてバランスバンドを取ることができます。ちょっと反映するのがねかなり時間かかるんですよね。しょうがないですけどね。でいくつか説明していくことがあります。今こうやって測定してますね。最初のうちはですねノイズが悪く、SNF が悪くてですねしょうがないんですけども、これが例えばマグネシウムとかあとはヘリウム光源になるともうちょっと断面積が変わってきますんで変わってきます。それで酸化してるとですねこの 6EB を中心としてすごく大きなピークが出てきます。この 6EB のところに本来なくて理論計算にもなくてニョキニョキ、例えばあとは時間をかけていくとここがモコモコモコって出て大きくなっていく場合には酸化してます。まあ、酸化してるサンプルはあまり意味はないので気をつけてください。今これ嫌な感じになっちゃったと思いますけど、これニョキニョキニョキと出てきたら気をつけてください。でこれを確認する一つの方法はサーベイモードで広く、すいません、ワイドレンジ調べて酸素があるかとか、あとは狭い範囲のマルチのやつで酸素があるかないか調べたりするっていうのがいい方法です。であとこの辺り10エレクトロンボルトぐらいにある場合には炭化物とかが集まってくると他にニョキニョキって出てきます。すいません。あとは水とかですね、だからこの辺りのところ、この辺りのところにニョキニョキニョキって出てきたらそれを疑ってください。この中が炭化物とかあとは水とかいろんなものがくっついて出てくると、なんかそのなここで出てきた時には中が酸化してチャンバーの中に酸、このメインチャンバーの酸素が多いんだなっていうことだったりとか、あとここの部分がニョキニョキ出てくる時には炭化物とかが出てきたりするのでなるべく気をつけるということですね。そういうことを気をつけてうまく測定していくといろんなことができるようになります。で今これがカッパーのスペクトルにちょうど対応してきてますね。で SNF が悪いのでまだまだスキャンしなきゃいけないです。まだこれ4スキャンですからね、実際には一晩置いて200とか300スキャンまで行くといい感じになります。まあ今回は説明なのでここで止めてみたいと思います。サイクルストップ。こうなりますね。まだ止まらないですね。ちょっと待ってね。で止まりましたね。で一つ説明しておかなきゃいけないです。例えば理論計算とこれ概ね合いますけど強度比合わないってことはありますね。それはイオン化断面積が関わってきます。でイオン化断面積はこの論文、この人の論文ですね。この論文、この論文を引いてください。そうすると書いてあります。ちょっと説明しますけど、著作権的にいいかどうかちょっと心配なんですけど、例えばここに載ってる一部見ますとここにこういうのが出てきます。でこれが大体ですねうまくできてまして、ヘリウム光源 21.2 とか 40.8 とかで、あとマグネシウム光源の 1253.6 とかアルミウム光源の 1486.6 とかになってます。で強度比をかける理論計算とに対してかけるのがどれぐらいの比率でかければいいかここに出てきますので、例えばアルミウム使っているときにはここに対してこの3、この元素に対するこれをかけるということですね。それをどんどんやってきます。でこれちょっと全部は見せません、著作権の関係上文句言われちゃうんで。で皆さんはこれをちゃんと購入して例えば図書館でコピーしてもらうなどして管理しておいてください。で理論計算のものと掛け合わせるということですね。それを行うと実際の実験とかなり近い値に強度比になります。まあでは今回はこれで終わります。